では最後の曲はこの2人と一緒にレッドの時も本当は3人でやる予定だったんですけど、ちょっと急遽1人になってしまったので、今日は初めて3人でやります。最後楽しく私の炎のステージを終わりましょう。では聴いてください、ポッピンラブ。